はい、マットショーの時間です。皆さんは世界中の国を知り尽くしているでしょうか？なかなか知り尽くしている人はいないと思いますし、僕も全然知り尽くしてはいないんですけども、小さい国ランキングとかを見たり、そういうのは面白くて興味ありますね。ちなみにマイナーな国ってどこなら皆さん行ったことありますか？僕に関して言うとバチカンとかも行ったことはあるのですが、一番マイナーな国はリヒテンシュタインですね。簡単に紹介すると、スイスとオーストリアに囲まれた世界で6番目に小さい国なんですね。それを聞いて、オセアニアの島とかアフリカとかじゃなくてヨーロッパにそういう国があるんだって思った人もいるかと思います。こういったなかなか知られてない国がありますが、今回ご紹介する国もヨーロッパの国と言っていいのかダメなのか、マルタ騎士団という国についてご紹介します。ん？騎士団？って思ったかもしれませんが、れっきとした国の名前です。正式名称はエルサレム、ロードスおよびマルタにおける聖ヨハネ主権軍事病院騎士修道会という名前になっておりまして、イギリスの正式名称のグレートブリテンおよびアイルランド連合王国よりも長くてよくわからないんですが、簡単に言うとカトリック教会の騎士修道会です。今度は国なのにカトリック教会の騎士修道会ってなんやねんってなったと思うんですが、簡単に説明するのでお待ちください。騎士修道会というのは、聖地エルサレムの防衛とキリスト教巡礼者の保護のために創設された修道会のことで、そこに所属している騎士は神に仕える修道士なので騎士修道会という名前なんですね。都市伝説界隈の方が大好きなテンプル騎士団とかも騎士修道会です。つまりマルタ騎士団も騎士修道会なのですが、かつては領土を持っていたことから国として認められているんですね。ただ今は持っていないので領土なき独立国とも呼ばれます。今はイタリアのローマにあるマルタ宮殿をマルタ騎士団は本拠地として使っておりまして、ここの中だけイタリア政府から治外法権が認められております。ちゃんと独自の法律も持っているっていうことですね。ちなみに今はマルタ島にマルタ共和国という国がありまして、これはマルタ騎士団とは関係ないのですが、マルタ騎士団もこのマルタ島から名前を取っているのでややこしいです。つまりかつて持っていた領土とはマルタ島などのことです。またさっき教えたマルタ騎士団の正式名称忘れちゃったと思うんですけども、その中に病院という名前が入っているんですね。それがなぜかという部分になるのですが、もともと源流をたどると前身は聖ヨハネ騎士団という名前で、テンプル騎士団とドイツ騎士団に並ぶ三大騎士修道会の一つなんですね。その発足が西暦1023年頃、病院を兼ねた宿泊所を設立したというところからスタートしておりまして、当初は戦う騎士団ではなく、騎士は病院での医療奉仕が義務付けられているといった活動内容です。それは病者と貧者に献身することで主に近づいていくというような考えを持っていたからです。それで後にテンプル騎士団のように戦うようになりました。その後ギリシャのロードス島に本拠地を移した後には、テンプル騎士団が消滅した時に没収された資産の多くをマルタ騎士団が受け取ったといいます。こんな感じの国なのですが、実際に112カ国と外交をしていたり、国連などにも参加しておりまして、パスポートや通貨、切手なども発行しております。人口というのもややこしくて、マルタ騎士団の国籍を持っているのは内閣の11人だけしかいないんですけど、騎士団の外交活動に携わる500人の騎士がマルタ騎士団のパスポートを所持しております。その500人の騎士の中には、2022年6月に日本国籍で90年ぶりに騎士になった方もおります。他にも合計1万3500人の騎士、9万5000人のボランティア、5万2000人の有職職員がいるということです。この1万3500人の騎士はマルタ騎士団所属の騎士だけど、外国籍でパスポートは持っていないってことですね。国であり騎士団なんでややこしいですね。また多くのボランティアや有給職員がいるので、何をやってるんだって思ったかと思いますが、先ほどマルタ騎士団の元々が病院と話したように、領土がなくなってからは原点に帰ろうということで、今では貧困者や病人に対してのボランティアをやっていたりと、有給職員のほとんどが医療従事者のようですね。ではマルタ騎士団の騎士にはどうやってなるのでしょうか。マルタ騎士団かっこいいからなりたいと少し思った方いるかもしれませんが、まずカトリック教徒じゃないとダメですからね。もう大体の日本人が脱落しました。それをクリアした場合、司祭から推薦状を得て1年間の修練準備期間を経なければなりません。入った後で言うと、マルタ騎士団の階級は3階級あります。入った時の第3階級、第2階級が上級騎士、第1階級が最上級騎士というものになります。最上級騎士であるナイト・オブ・ジャスティスは修道聖願といって、独身であり私有財産を放棄し神への従順を立てた騎士しかなれません。
1990年までは貴族しかなれなかったのですが、今では非貴族出身でもなれるようになりました。結構厳しいですね。実際に日本国籍で騎士になった武田さんの話を見てみると、国連事務局に勤めていた頃に丸太騎士団の関係者から何度か昼食に誘われ、いろいろと聞かれたり見られたりしたそうで、これが知らぬ間に面接となっていたようです。実際に裏でいろいろ調べられてたそうで、話した覚えのない話を相手からしだしたそうで、調査されてるっていうことでちょっと怖いですよね。ちなみに実践はできないそうなので、そういう丸太騎士団のいそうなところに入り込んで、いい人柄を見せ続けないといけないということですね。フリーメイソンより入るのが難しそうです。その後、1年間の修練期間ということで、本業の傍ら、いろいろと慈善活動や祈祷会、小論文を書いたりしないといけなくて大変だったみたいです。そして本部で最終審査を経て合格。すると丸太騎士団の衣装や剣などが日本の自宅に送られてきたといいます。面白いエピソードとしては、タイの空港で丸太騎士団のパスポートを出したところ、止められて空港で何時間も待たされたという話があります。なんだこのパスポートは、おもちゃか、ってなるんでしょうね。また、あなたは丸太騎士団に選ばれました、と言って入団金を騙し取る詐欺もあるみたいです。日本では外交関係もなければ知名度もないので、そんなこと言われても怪しさしかないのですが、海外ではあるそうですね。日本だったらフリーメイソンに選ばれました、とかだったらどうでしょうね。ちなみにこの動画見ている都市伝説界隈の人だったら、ヤタガラスとかどうでしょうか。あなたはヤタガラスのメンバーに選ばれました。あなたは実は皇族の直系の血族です。今後はヤタガラスのメンバーとして日本の行く末を決める会議へ参加していただきます。月に1回東京某所で開催される会議へ参加するという条件で、年間1億2000万円の報酬が約束されます。しかしヤタガラスの活動のことは決して他言してはなりません。まずは他言しないという意思確認のため、100万円の契約料をいただいております。こんな感じの文面が来たら騙される人いそうだなって思っちゃいました。丸太騎士団に関してはこんな感じの内容となっております。丸太騎士団は国として認められている形になっておりますが、自称国家みたいなものもたくさんありますよね。例えば比較的有名なもので言うとシーランド公国ですね。イギリス南東部の沖合に浮かぶ構造物を領土と主張している自称国家ですね。バチカンよりも小さく世界最小の国家と言っておりますが、シーランド公国を国家承認している国は存在しておりません。もともとは大戦中の建造物で、戦後に元イギリス陸軍の少佐だったベーツが1967年に不法占拠して独立宣言をしたものとなっております。イギリスの裁判所によると、シーランドはイギリスの領海外かつイギリスが領有権を主張してこなかったので、イギリスが自由にできる権利がないという判断をしました。つまりベーツが実質使えるということですね。1978年、ベーツはカジノを開設するためにドイツ人投資家のアッヘンバッハを首相に任命したのですが、アッヘンバッハはベーツがイギリスに滞在していた隙にクーデターを画策し、シーランドを襲撃します。しかしベーツは20人を引き連れてクーデターを鎮圧。これがきっかけとなってシーランドが攻撃された時に守るシーランド騎士団が創設されました。また騎士団ですね。クーデターを画策したアッヘンバッハは反逆罪で投獄されます。ドイツはそれに対し外交官を派遣して解放の交渉をします。シーランド側は外交官が来たから正式な国に認められたぜって喜んでアッヘンバッハを解放します。解放されたアッヘンバッハはドイツでシーランド公国亡命政府を樹立してシーランドの正当な権利を主張しました。投獄されても懲りないですね。そんなにシーランド公国が欲しいんですかね。近年になるとシーランド公国自体が何回か火災が発生していたりと半分壊滅状態になったりもしておりますが、爵位や切手、コインなどいろいろと販売している資金でなんとか復旧しております。その爵位を持っている日本人もたくさんおりますので、皆さんも興味あったらシーランド公国の爵位を購入してみてはいかがでしょうか。男爵、伯爵、公爵とナイトの称号が買えるようです。ということで今回は都市伝説のような実際にある国をご紹介しました。知らなかった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。